アダム・ネルガル・ダルスキは、ポーランドのミュージシャンで、デスメタルバンド、ベヒーモスのフロントマン。幼少期の頃にカトリックで育つ。8歳でギターを弾き始め、10代の頃にベヒーモスを結成。バンドでは、ナーガル名義で、ボーカル、ギター、ベース作詞、作曲を担当し、マネージャーとしても活動している。2009年、ESP にて、ナーガルの、署名ギター、 ヘックスマイナス7という名前の V 型ボディの7、弦ギターを発売した。2010年8月8日、ダルスキはグダニスクイカ大学病院の血液病棟に運ばれ、病気の治療を受けた。これにより、同年11月までのロシアと北米のツアーを含む、ベヒーモスのすべてのライブがキャンセルされた。同年8月24日、ダルスキは、白血病と診断された。 当時の婚約者だったドロタラプチェフスカは骨髄移植を申し出たが彼女の骨髄は一致しなかった。2010年11月8日骨髄移植を受けた。2011年1月16日骨髄移植を受けてから3週間後にグダニスクのウニベルシテッキーセントラムクリニツェン病院から退院した。6週間後に感染を発症したため再入院した。 2011年3月30日、メタルサックスのインタビューにて、ダースキーの健康は改善していると述べた。2014年以来、ポーランドに理髪店をワルシャーニに店舗、故郷のグダニスクに1店舗をオープンした。また、2015年には、ソポトニナイトクラブ、リベシオンをオープンした。ネフィリムのフィールドのネルガルとカール・マッコイ、2011、ベーマスビデオクリップ、ルシフェルの 撮影セットでのマッケージメレンシュスクとアダンナーガあル、ダースキー、2011年。ありがとうございます。